こんにちは、鎌田有沙です。今日は会社とか学校でギャル風のメイクを楽しめる方法をご紹介したいと思います。
ぽいメイクにするにはカラコンとつけまつげがとっても重要です。でもつけまつげは濃いのをつけすぎると会社とか学校だと目立っちゃうかもしれないので、ちょっとナチュラルめの目に馴染むのをつけるのがおすすめです。まつげをつけると目は自然とパッチリするので、アイラインはすごく薄めで大丈夫です。本当にまつげの間を埋めるぐらいだけアイラインを描くのがポイントです。